キモ、部活どうするの？母さん、僕にはやりたい部活がないんだ。だから帰宅部にするよ。何言ってんの？帰宅部なんて許しません。この男、草刈キモ、この春中学1年生になったばかりだ。体重80キロ、体力測定は毎年 B 判定。勉強に偏ったガリ勉くんかと思いきやテストの点数でも学年再開を争う。絵に描いたような怠惰を貪るダメ男である。キモくんは部活どこ入るの？そうだな。吹奏楽部とかかな。男なのに水部入るの？やめといた方がいいよ。浮くよ。どうやら美術部や吹奏楽部といった文化部は、世間的には完全に女子の領域として認識されてるみたいだ。全くもってわからん。やはり男はスポーツをしなきゃダメなのか。うわぁ、うわぁ、たるんでんぞ。そこの新入生毎週あと10週追加だ。終わるまで解散。過酷な運動部の体験入部の中でキモは疑問を持った。何か給料がもらえるわけでもないのに、こんな辛い思いをしてまで部活動をしなくてはいけない意味とは、土日と放課後の多くの時間を奪われながら顧問に罵倒され肉体をすり減らす。スポーツが好きなわけでもない俺がそんなことをする意味とは。はぁ、文化部はきつい、運動部はきつい、帰宅部は許されない。どうすればいいんだ。やはり腹をくくって運動部に入るしか。ねえ君、もしかして1年生。はい、そうです。マジかよ、君卓球部来ない？卓球部、わーい。卓球面白い。恐ろしいほど楽。この男、草刈キモ、この春卓球部に入部した1年生だ。しかしこの男は卓球部に入るということがどういうことか分かっているんだろうか。今週の週刊少年バンプ読んだ。読んでねえ。てか俺単行本派だからさ。これは卓球部の練習風景。休憩や息抜きなどではなく、ちゃんとした部の活動の風景。スローテンポなラリーを置かずにしょうもない会話に花を咲かせている。部活動で死後なんてしたら顧問に怒鳴られるのでは、と思った方もいるだろう。しかし卓球部は他の部活動とは一味違う。卓球部は、ああ忙しい忙しい、採点全部終わらせなきゃ。卓球部とかいう弱小部活動の指導してる場合じゃねえわ。俺の卓球部は練習の時間に顧問がいない。遅くなったな。すまない。もう18時だから練習、やめ。いやなんで今来るんだよ。終わってから来ても遅いだろ。キモくんどこ部活入ったの？卓球部に入ったよ。いや運動部とは言ったけど、卓球部はさすがになくない？てか卓球部って運動するの？卓球ってそんな評判悪いん？卓球は温泉卓球の手軽でお気楽なスポーツ、という印象が世間では浸透してしまっている。実際はラリーに当たって素早い足のフットワーク、踏ん張りが必要で十分に過酷なスポーツなのだが、世間では未だそのことがなかなか理解されていない。しかし、その理解を遅らせてしまっている最大の原因は我々のような弱小卓球部にこそあるのだ。おや？あれ、入らないよ。その打ち方じゃ入らないよ。もっと足腰使って、足も腰もないけど。でも足腰使うとかいちいち考えて打つの面倒くさくないですか？先輩のアドバイスも聞けねえやつの方が面倒くさいわドアホが。このように弱小卓球部は体を使って卓球しない、消費カロリーの恐ろしく低いプレイスタイルしか受け入れないのだ。だからこれを見た他の運動部員は、ほら、卓球は楽なスポーツじゃないか、と誤解してしまう。卓球部自身が卓球のイメージを下げていることを理解していないのかこいつらは。早いもので、もう中学3年の2学期だ。今日は、卓球部最後の大会の日。よし、今年こそは県大会出場するぞ。先輩やっぱすごかったんですね。最後の夏に県大会出場なんて。まあエースだし小学校からやってたから当然だな。俺なんて1年生に負けて1回戦敗退っすよ。やばすぎる。最後の大会で1年生にも勝てないなんてやばすぎる。俺の代も例外全員が3回戦までに全滅した。卓球部は他のスポーツとは違う。4回戦に進めない奴の大半は、フォア打ちやバック打ちという基本中の基本に技術すらまともにできない、素人に毛が生えた存在ばかりだ。サッカーや野球など他のスポーツであれば、どんな弱小校でも素人とは一線を画した実力を持っていることが多い。卓球部において弱小校とは、運動をしていない運動部員の集まりなのだ。